けまして、おめでとうございます。ヒゲとダルマで、ヒゲダルマです。本日は元旦滝行、邪念を取り払え、本命神経水平リーベ、僕の船。本日2024年1月1日となっております。はい、あげましておめでとうございます。おめでとうございます。僕らのね、やってみたいことの一つで、滝行、っていうのがあったんです。はい、今年は YouTube のてっぺんを取る。言っていた言っていた YouTube のてっぺん通ると言ってました。ヒカキン超え、今年からね、本格的にね YouTube に力を入れるってことで、邪念とかも払いながら、いい一年しようやということで、いや、しましょう、滝行しに行きたいと思います。それではレッツゴー。だるまの感じですか。だるまの感じです。あ、そうです。お、すげえ、本当におめでとう。太一がさっき車から見せて、あいつめちゃくちゃ変わってるわ、面白い、絶対話しかけるわっつって話しかけた人が、あの山王物語っていう、俺もなんかちょっと聞いたことあるよね。で、なんかちょっと変わってる人みたいな扱いやったよね、確か。正解か。ワクワクすんね、2024年初コラボ初コラボや、確かにたまたま同じ時間に山王物語っていう楽しみがもう一つできた。あ、楽しみがもう一つできた。結構おもろそうな人だね。漏れてる、多分おかしい人。下から持ってきて、この内側を通して外に垂らすっていう感じで、後ろの線が違うか、これで前に取れないし。あ、なるほど。そうだ、ありがとうございます。もう多分、水温が、気温が、ちゃー、気温が2度、気温じゃないよ、水温が2度、水温が2度。うん、ええやん、ええやん、めっちゃおもろそうやん。でもちょっとやりたいんじゃないの。いや、全くちょっとやりたいでしょ。ちょっと気味、まあ間に合う。いや、りょうさんのその格好を見てやりたくなくなりました。なんでなんで、ね、罰ゲーム受けるお笑いゲームの顔から下は、首から下。なんでやねん。あ、この感じがね、うん、細いからね、うん、俺こっち系っぽくない。これ命削るぜ、結構。ワンチャン人生で一回やしな、もう嫌ってなったらさ、二度とやらなくなっちゃうから全力でやろう。もう寒い、もう。いや、下まで行ったら余計また寒そうやな。意外とすぐ やばい心の準備が。じゃあ、すいません、滝の方向いていただいて。はい、雨の皆様、鈴木陽さん様、龍神様、お風呂様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ、準備運動を行います。はい、船を漕ぐように、えいぼ、えいぼというのを、せーの、えいぼ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 、早速始めるんですけど、はい、まず最初は肩まで使っていただき、みそぎを受けたら先に2回入りたいと思います。うわ、マジで怖い、怖いな、これ。やべえ、ヒカキン超えるなら伊藤。いや、ヒカキン超える言ってたから。あーはっ、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 あーはっ
半にゃはらみたしんぎょう漢字大坊さ用心半にゃはらみたし証券をうたいく これ絶対後で入った方が良かった。マジかっきつい足がやばい。これあとあいつうるせえ。あいつうるせえ。もうあいつうるせえ。画面に入りに来た。あ、そう俺気づいた。入りに来てたもんな。もうスリーショットだった。おーい、ちょっと厄介者と一緒になっちゃう。画角的にはあの人の方が手前に来て大きく大きく。ふざけんなよ。そうだ、イエーイ。愛想なくて、愛想なくて、愛想なくて、ザキオキスだ。俺の顔だけで十分だ。あいつあいつだ。いい。集中集中。あ、余裕余裕集中余裕集中集中。あ、それとチャックもいける。大丈夫大丈夫。あいつ面白いわ本当に。おい、おい、なんだザキオ。あいつあいつだ。集中集中さ。あいつ肩まで使ってねえしビビってるよ。肩まで使ってないんじゃない？ビビってんちゃビビってんな。三能ビビってんな。体力入ってるって肩まかって余裕つっぺねだって俺なんて YouTube 入るんだ。2024年初コラボ三能多分今日出会ったのはね運命だと思うんで、今後長い付き合いになるでしょう。これランドスリYou're good!
ちゃうって聞こえた。やっといねー、やるな。やりっこ東海大鼓三道の中にもぶっ飛ばした。待って、全学とはやだえい。うわよっしゃおい、ガキは俺でやっていけるぞ。イカキンゴエイカキンゴエ、結構高いスポンサーからお金をもらってコブドットとかその辺から三郎さんは面白いって言われて突然のタイムレースを果たして、どうした友情どうした、ヨホホーヨホホー、これ新年一発目になるのめちゃくちゃいいわ。あの今口がさ、あの怖がって喋れないけどめっちゃ良かったな。大事なんか本当にもういけそう今年。アホになってるよ。写真撮れすぎてアホになってるよ。ゲストだった。最初マジで迷惑なやつだと思ったけど、あのまあ意外と話通じる。意外と話通じるし、あの感じでスポンサーを掴んで。今早く温泉入りで。あとちょっと。見てみたら太一の耳、あれ真っ赤で、まだ履いてない、そうやまだ履いてないから映さないで。おしゃれの中じゃん。本当になんか邪念が消えた。なんか金とか女とかなんかそういうなんか欲一切ない。確かにちょっとひげが薄くなった気がする。脱症これちょっと一回経験してみた方がいいな。いやこれね、なんかいい試練だね。マジで。よし、じゃあ今ね、滝が終わってもう温泉も入ったんで、ようやくご飯食べましょう。もつ煮定食、見えるかな。舞茸のバター炒めと、こうやった方がいいね、舞茸のバター炒め。いや、YouTuber っぽいけど、この間だって映ってなかったもんな。おもしろい、飯これ田楽味噌、あとザキオのカキフライ。単体で今のこれピント合ってなかったです。ガチ？それピント合わせるためじゃないですか。はい、そう、顔にピントが合っちゃうから顔を隠してる。お前の顔隠せ。田楽味噌と、はい、舞茸バター炒め。2024年みんなで食べる一食目、味わっていただきましょう。いただきます。いや、それは絶対やるんや。あったけ。もつ。もつつむたれつつ。うわ。じゃあちょっと味噌田楽いただきます。はい。うまい。うまい。味噌田楽ってうまいよな。うまい。この味噌は何が入ってるの？マジうまい。うん。うまい。味噌ってうめんだよな。本当に。ほんまに、やまに。はい、ということで、元旦滝を終了です。うわー。しゃあーマジ辛かった。あー辛かったね。あーマジで痛い、手も足も。けどね、その分やっぱスッキリしたよね。で、温泉も疲れたし、飯食って、気持ちいいもん今、今もう一切邪神ないもんな。邪神、邪神で一切ない。蛇の神邪神、蛇の神邪神、善の心しか今ね僕たちにはないです。ってことでね、善の心で
はい、2024年も。そうですね、いやそんなこと言ったらあれですね、何かが起きた時にちょっと下がっちゃう可能性があるんで、たまに邪神もありつつ、邪神あった方が人間味があるから、ね、あそうだね、じゃあ邪神、じゃあ邪神あります、今もう台無しまあね、あの本当にいいスタートをね、うん、2024年切れたかなということで、はい、2024年も、100万人を目指して頑張っていきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回の動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それじゃあバイ。飲食店のバイトしてたんだけどさ、もう全員制服 T シャツやったよ。結構タイトめというか、はい、めっちゃタイトではないけど、大体してもね、そう、あのクリーニングとかもやるから多分ちょっとずつこう縮むというか、うん、ドリンクをこう受け取るときにこうやっぱ目線がこうドリンクに行くからさ、そのドリンク越しのこう、そうそうそうみたいなのはドキドキシチュエーションあったり、あとこうドキドキシチュエーション、変態シチュエーション、あーとか言ってさ、なんかこう下のものをこう取るときとかにさ笑い方ということで、ヒゲだるまがいつか、エロ居酒屋やります言っちゃった、色つけちゃった。俺が出勤してる時は全員ピチッとした服で、かつここは緩いみたいな、ピチッとしてくるのにここは緩いみたいなのにさするし、フーターズよフーターズやろもう滝行行ったばっかなのにジャネスカお前酒、酒、女、スープを置いてきた、もう、うん、温泉入って飯食ったじゃねしかないやん、ほんとになんなんこの動画